あ、4号だこれ。国道4号だ。道って。いや、俺前から思うんだけどさ、あの男って道好きすぎない？道好きすぎ。え、あの女の人で何号とか言わなかった？何々通りとか。男すぐ明治通りとかさ。道とかしか言わない。すぐ言うな。246。甲州街道とかね。あれなんなの？まあ、37単発。あれ女性から聞いたことないんだけど。いや、確かにあんま、確かに。あれ男好きすぎんだよ、道が。あ、このまま行けばね、仙台とか行きますから、確か。4号ってそうなの？一回バイクで、仙台まで行ってことだよ。キモすぎるって。そんな、350キロ。キモすぎるって。あんま、好きなんだよね、あんま会話で出てこないけどな。ちょっとバイクで仙台まで行って。ええ、全然下道で出てきます。マジで。すごいな。で、紅葉を見に行く。あれ、紅葉見に行こうよな。そうだね。そこピンとこねえのか、よくわかんない。なんで仙台出身の狩野英孝さんの歌、紅葉見に行こうよがピンとこねえんだ。いや、ゲーム配信しか見てない。今、サイレントヒルズ。50A よ、50A。テレ朝の。はいはい。仙台だからね。インドの牛乳屋さんで。あ、そうそう、それも同じタイミング。いや、それは、ちょっと、詳しすぎる。ちょっと、俺のマスカルバナナ遠かった。ちょっと、すごいね。スニアカ男子。比較的結構ゴールデンサイズ多いね、28とかね。確かにね。ハルク。これは 8.5 だけどね。ハルク。うん。いいね。かっこいいよね。かっこいい。渋いね、カラーリング。こっちもいっぱいあるけど。うん。まあ、一個一個拾うと切りねえな。あ、これもあるじゃん。お。インスタントの。10周年記念のね。セブンスター。高橋さん？まあ、一応2だね。うん、高橋2みたいにも言われてるけど、うん、まあ、普通のインスタントコロックス。綺麗だね。そう、66000。これはあのデッキと一緒にね、出てたっていうやつ。俺のやつね、このシルバーの部分がもうちょっと擦れちゃってね、はい、ビリビリ破れちゃった。だから、あ、これもこれ今度が福岡で買ったやつ。これ福岡で14000くらい買ったやつ。、うん、あれはナイスディグ。あれはすごかったね。あれスーパーディグよ。あれすごかった。でもやっぱ程度がいいからやっぱ8万する。確かに俺が買ったやつよりは程度いい気がする。まあまあね、あれでも1万4000文句ないよね。柔らけえし、やっぱまだここがさ肉厚でさ、うん、インソールも綺麗だもんこれ。ああ、はいはい、うん、いいね。綺麗だね。でもね、こんな毛のやつなのに擦れもない。擦れはまあ多少ちょっと。でもだから B なんでしょこれ。ああ、うん、箱はなんかめっちゃ細いだよこれ。なんか確かに。なんだこのすごいね。恨みでもあったんぐらい。カップラーはバキの登場人物みたいな。ああ、確かに。肌だね。バキの肌ぐらい。バキが身体測定で脱いだ時の肌ぐらい。あ、ね、あれはそうそう。キャッスル。キャッスル。ユーキャッスル。ユーキャッスル17万6000。これちょっと私、ベスト10入るね。あ、腹口が欲しい。あ、ほんと。でもさ、こっち 17.6 でしょ？うん。こっち8万8000だよ。あ、こっちもあんじゃん。うん。値段が2倍ぐらい違う。これ、なんか違う、違いなんかあんのかしら？ちょっと状態が、あ、この話の方が。あ、そうか、箱なしね。あの、かかとの削りがちょっと目立っちゃう。なるほど。あ、こっちはでも修具してるよ。あ、これ修具してる、うん、本当。こっちだから気持ち擦れてる。へえ。箱なしの方が安いんだ。2倍。でも2分の1。こんなマジで2分1ぐらいになるぐらいの差あるね。え、俺だったらこっち買っちゃうな。なあ、うん、そう思っちゃうよ。ちょっと商売のね、ちょっとあれはあんまり。ゴアテックスのレアの。はいはいはい。最近俺履いてねえなこれ。一回修理出したんだよ。ここパカッと開いちゃって。はいはい。そう。これ紐縫われてねえからさ、実際は。これもなんだろうね。ミッドの。ミッドの SB の。単になんか書いてましたかね。ディズニーみたいな。ローズ。バラっすね。これ、うまくんこれわかるこれ。はい。ミッドの。これ何このローズのやつ。ああ、これ、わかんないっす。でも多分ね、日本出てないと思うよ、これ。これかっこいいね。こんなの買った。マーシャル？マーシャル。これ、デッド？あれ、マーシャル綺麗だね。めっちゃ綺麗だな。27S 55000。箱も綺麗だね。めっちゃ綺麗だわ。へえ、これかっこいい。ほら、あ、めっちゃ綺麗。クリーム黒タグ付けてくださいよ。段階プレミアム SB。 そう、 SB がやっぱケツにつくんだよね、昔のやつって。あ、これウォックさんクラッケントこれ、まあ、あれフォースは買ったんかな。クラッケントだ。夏吉くんが俺と一緒サロメンバーリレーした時、ハイクロックスで買ってた。へえ。これが、あ、シュプリームじゃん。あ、シュプダンのね。シュプダンの3つの中で一番人気あったやつじゃん。うん。あ、これ30cm。 え、27,500円だよ。あれ、これ安いじゃないですか。デカサイにしよう。うん。俺が結局金とネイビーのやつにしよう。あーね。いや、あー、このバックトゥザフューチャーのね。うん、33,000。あ、いいじゃんこれ。デカサイ意外と多いね。確かにデカサイが多いな。 28.5 とか30とか。 あれ出たじゃん。あら、私の
トゥルーベリー。うん、これ履いてモータルでスケボーねやりましたねこれね。26.5。2万1000円。あの時はこれ全然プレてなかった、ね。全然全然。だってオンラインで普通に利息で買いましたですよ。あこれは。セカンド？セカンドだね。あこれは。綺麗だこれ。割とね近現代というか。箱もめっちゃ綺麗ですね。まあ、言うて16、7年ぐらいじゃないのこれ。いやシビリスト。デカサイいいですよ。シビリスト久しぶりだ。27.8。あ、こうなっていくんだね、おもろ。あ、だ履き地はでもこういうふうにこうなっちゃうんだ、ね、色残っていくんだ、おもしれいいじゃん、これやっぱ真っ黒じゃなくなる。2万7000円27センチで7万7000円あ、全然違うだ。2万7000円だよね。それそれあ、2つある、こっちは8万8000円。やっぱこれ、両方の個体見ててもやっぱシワの部分に色が入ってくんだ、おもしれ。なるほどね。ベンジーね、はいはい、ベンジーな、俺結構好きなんだけどね。これ綺麗だよね。あ、28センチ、24,200円。お安い。買えなかった普通に。ね、あ、いいなと思ってたけど22,000円じゃん。これね、クロロフィルだっけ。クロロフィル、これいいじゃん。 27.5。 コフはストラベリーコフが28センチ、44,000円。あ、これは新品ですね。新品だね。いいな、これ当たったの嬉しかったな。ビーテル30センチ。30センチ、これあれ色削られてくやつよ。そうだね。ああ俺インスタントで買ったもんこれ。え、なんこれ、これシュプダンだよ。シュプダンの俺一番この色を見ないかも。ブラジル3色あったじゃん、うん、赤、コント、白、黒って、はいはい、これ一番見ねえかも。なんで街中で見るこれ一番見なくない。見ないな。赤灰は赤灰が白、黒が多いかも。27センチ、3万3000円。え、こんな安いんだ。3万3000円なんだ。そんなに当初もプレてない。あ、そうなんだ。そうそう、このブラジルカラーあんま見ることなかった。あれこれなんだっけ、中国の、フライにビール、あれだ、ストリートフライウェア。ストリート、あ、そうそうそう、 あの福原愛ね。そう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 。 あこれで 26.5 26.5、 3万。はあ、すごいな。アンディもね、アンディこの、あ、これね、あ、 S、 あ、サメダンクもあるね。サメな。33,000円。 A、これはボディガのあれか、限定だっけ、ボディガ。それ2万2000円。え、安い。日本来てない。全然なかったな。ボディガでしか販売してなかったような。出てても多分見てなかったかな。あ、でもこれ結構近現代で、近現代が多い。え、グリーンで30センチ、16,500円だって。でかいわ。でもグリーンって再販したよ。あ、そうか、したのか。はいはいはい、うん、あ、ピザのやつね。27。あー、コールドピザね。B、18,700円。あ、いいよこれ。うん、こっちのとはなんか、まあ、比較的なんかお買い得コーナーもあるね。そうね、これもね、33,000円。これビギーだっけ。うん、日本出てねえけど。27センチ。そもそも16年ぐらいじゃなかったっけこれ。確かミナリーさんが染めてたな。ねえ、18年か。すげえな。さっきアトラビスかこれ。トラビス。さっき楽園の喫煙室にいたら、あ、タクシー入ったからいた。キティちゃんもある。俺もキティちゃん持ってるよ、うん、あ、持ってたっけ、うん、実は。あ、オフホワイトのね、この90の。はいはいはい。三谷に買いに行ったのこれ。スチューシーのやつもあるんだ、これ。エアコンさん。こんなあったんだね、ベビー。確かに、ベビーね。しかもやっぱ8センチなんだな。コレクションするなら8センチがいいんだよ。はいはい。ただすげえわかる。いや、すごい。いいですね、じゃあ女性サイズから、トドラーまで。そして、まあね、言わずもかな、メンズサイズもいっぱいあるという。さあね。スターバックスもいいし、やっぱここら辺もいいな、成分。あのレジ横にまたキックスアップはね。あ、そうです、はい。ね、取り扱いは。そうなんですよ。もう正規で。はい。へえ。正規でね。速やか男子。はい、じゃあ中古でね。いいね。一通り見ましたけども、どうでしたか。セブンイレブンなんかいいね。あ、いい。一番。44万すもん。決死の覚悟でこの 50% 狙いで。確かに。あー、そっか。あるかもな、だって30万しかなくて、これでもさ、ルーレットで 50% 出さないとって。こんだけ立派な金額のやつ買う人からしたらもうありがたすぎる。いや、あり、いや 50% の価格 50% で、しかも最低1000円でしょ。ただ 20% 引きもあるし 10% もあるってことは、確かに結構ね、だからお値段がここ16万5000、22万、44万、これ全部いけますって3回回されたらめっちゃ嫌だな。いや、それはちょっとキドキするぞ多分。でちょっとしか回してくれないの。心臓回さ心臓持たないってだいぶきついよね、うん、うわ怖って。でもそれさ、なんかこう店主として舐められたくないから、じゃあ行っちゃってくださいとか言うしかないじゃん、ね、いやでもなかなかね、そうだったら怖えな。なかなかやっぱこれはね、攻略難しいと思いますよこれ。
攻略無理かもね。まあたまたま一回も出るかもしれないけど、何も見ないで行きますってやった方がいいかも。ああ確かに確かに。でも一周しないといけないこれ。ああ二周三周、うん二周。そうね、うん、そうそう、やっぱなかなかあれだから。なんか結構これね、店長これ、はい、ちゃんと見てないと、はい、ズルズル可能性ありますからね。まあ確かに、あの、今思ったっすけど、うん、そ見ないで逆に回してもらった方が。あ、確かにね。だから、こうやって回させたらいい。そうですね。その見せない。あ、見せないな。止まったら、まあ見れる。確かに、だったら一周しなきゃいいもんね。はい、そしたら、こうやって。はい。多分、調整、みんな俺、調整かけに行くと思うんだけど、調整かけとかさ。うん。やる人。だから、2、3人とかでお友達と来た方が、もしかしたら、2、2、2とか、こう、なんかサイン出すと思う、ハンドサイン。これ、2とか出したら。ここっしょ今。おお、ようこそ。あ、確かに見ない方がドキドキできるかもしれない。ここっしょ。うん。うん、おおおお。これね。うん。うん。裏の目印だからね。まあでも確かに見ない方がパルプンテ感はあるかもしれない。はい。まあぜひね。ええ。上野にここっしょの際は立ち寄ってみてください。って言っても別に毎週やってるわけじゃないのか。そうです、不定期なので、ね、まあ、ちょっとオープン日はちょっとインスタの方で、インスタの方で、はいはい、はい、じゃあ26がダンク祭りで27が、はい、上のスタッシュ、はい、ちょマジでたまたま今日来てよかったね。ねえあ、本当ピンポイントで山男さんにも行けて、ちょうどねそっちのあれもあったんで、うん、まあということでぜひよろしくお願いします。はい、はい。